時は来た。過去に背を向け、記憶を封じ、現実を幻想で覆い隠しても、宿命の絵にしは蘇る。思い出の果てに忘れ去りたいと願えど、過去は呪いとなり、魂を縛る。時は来た。定めに目覚め、応える時が。リユニオン。導きの光だ。定めに目覚め、応えるがいい。何者だ？クラウド、元ソルジャー。何がおかしい？ソルジャーを名乗るなら、戦ってその名の証を立てる。戦わない者の名は誰も覚えない。異変を見物に来てみたら、まさかあんたに会うかな。そうだな。で、さっきの席。それがわかるなら踏み込むな。忠告しておく。手を出すな、だって。それが安全だろうね。でも、君はひねくれてる。そういうこと。クラウド、私の呼びかけを聞いてくれたな。俺には何も聞こえない。そうかな。お前の体の奥深くから同胞に呼びかける声が響いている。さあ思い出すがいい。我らに託された宿命、それはリユニオン。リユニオン、何のこと？仲間か。切れば絶望するかな、クラウド。しないだろ。そこまで仲良くないからな。セミオス！これは人形だ。まだ殺しはしない。真の絶望を知るまでは。
絶望が欲しいなら好きなだけ持っていけ。パラミティアには腐るほど溢れてる。ああ悪くない星だ。だが私が望む約束の地ではない。帰らねばならないのだ。やがて絶望を背負う者たちが宿命の呼び声に応えてリユニオンを成し遂げ私に力を捧げるだろう。クラウドへ伝えろ。私に会いたければ己の記憶に向き合えと。私は思い出の地で待とう。すべての始まり鈍るヘイでな。